優勝戦5号艇の井川雅人選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は5コースからの攻め、接戦の中差し抜けての2着で優勝戦に勝ち上がってこられました、はい、この日の前半のレースは4着ということだったんですが、調整面足の方変化がありましたか？準優は朝ちょっと少し回しすぎてたんで、はい、後半はちょっとつかます感じでいったら結果よく乗りやすかったです。はい、はい、しっかりと調整があった時にはレース出しがいいとおっしゃってました。はい、そうです。もう合えば感じるんで、はい、これをどんだけずらさないように走ろうかなと思ってます。はい、はい、今節のテーマがそれでしたけれども、はい、気温30度を超える毎日の中、前傾日にぐっと回転を上げてからの調整されてました。はい、はい、もうそれがコーナーしてもう回転上げる調整がずっと良かったと思ってます。はい、準優勝戦も追いかけてくる市川選手を封じ込めて、はい、はい、しっかりと2着守りましたもんね。はい、もう後ろ振り向けずにターンしてたんですけど、はい、よかったスゴールできて、はい、はい、これが優勝は昨年の6月住野以来、地元では11年の4月以来と久々ということになりました。はい、このあたりいかがですか？もう地元で優勝忘れてたぐらいなんで、はい、今日もそんな気持ちはなかったんですけど、はい、いやもう明日すごい堪能して帰ります。はい、はい、前期の勝率は 5.50 で10期ぶりの A2 として地元戦帰ってきました。はい、はい、いい結果が出せてよかったですね。あ、よかったです。はい、そして優勝戦は5枠ということになったわけですが、はい、コース作戦面としてはズバッと展開をつくイメージで、いやもう展開とかよりも、はい、空いたところきっちり入れるようにだけ準備して、はい、レースに臨みたいと思います。最後まで回転調整をしっかりとして。はい、そうです。わかりました。それでは久々の地元の優勝戦へ向けての一言お願いいたします。はい、もうこの年になって地元の優勝で奮い立たしていくような感じではないんですけど、できることをしっかり走りたいと思います。応援お願いします。